今回は日本人の成人5人に1人が何らかの問題を抱えていると言われる睡眠障害について、野村ニューロスリープクリニックの野村先生にお話を伺います。皆さんご存知のように、睡眠は人間にとってとても大切な役割があります。主なものに脳や体の休息はもちろん、記憶の整理や定着、免疫力の向上などがあります。この睡眠に何らかの問題がある状態が睡眠障害です。布団に入ってもなかなか寝つけない、あるいは、途中で何回も目が覚めてしまうというような症状はありませんか？そうですね、一旦眠りについても目が何度か覚めてしまうことはありますね、はい。そういったものを中途覚醒と言いまして、不眠症の一種の可能性があります。それとそういった症状が睡眠時無呼吸症候群から症状が出る場合もあります。その他にも悪夢を見て大きな寝言を言うというようなレム睡眠行動障害といった症状もあります。また睡眠障害は夜寝てる時の問題だけではありません。日中強い眠気に襲われて居眠りしてしまう、そのような症状はナルコレプシーという病気の可能性もあります。一言で睡眠障害といってもその種類は非常に多岐にわたります。原因も人それぞれです。そのまま放置してしまうと神経系だけでなく生活習慣病につながるリスクもあります。心当たりがある方はまず自分の睡眠障害が何なのか、そういったことを知ることが大事になります。睡眠障害っていろいろな症状があるんですね。ところで皆さん、睡眠負債っていう言葉を聞いたことがありますか？聞いたことないです。でも負債っていうことは体にとってあまり良くないことなんですよね。そうですね、睡眠負債というのは少しの睡眠不足が積み重なって、その名の通り負債のように増えていくことを言います。今悩んでいる睡眠不足が後にうつ病、がん、認知症などの失病につながるリスクも危惧されています。特に睡眠不足の人は将来認知機能が低下する確率が高くなるということも言われています。睡眠にはアルツハイマー型認知症の原因と言われるアミロイド β という物質を取り除く役割もあるんです。そのため不眠症が続くとアルツハイマー型認知症になるリスクが高くなると考えられているんです。睡眠障害って何が原因なの？睡眠障害になる原因は人によって様々です。環境や生活習慣によるもの、精神的身体的な領域から来るもの、薬によって引き起こされるようなものなどがあります。また最近の研究で不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの症状から認知症へ病状が進んでしまうことも分かってきました。睡眠障害にはどんな治療法があるの？さまざまな治療法があります。例えば、不眠症の場合などはその人の症状に合わせた、治療薬を使用します。睡眠時無呼吸の方にはマウスピースや寝ている時に鼻のマスクから空気を送り込む持続陽圧呼吸療法を行います。現在睡眠薬は非常に進化していますので、専門の医師の指導のもと適正に使うようにしてください。こちらは睡眠障害を事前に防ぐためにまとめられた指針です。自分自身の睡眠環境と照らし合わせて、これらの項目を参考に睡眠習慣を改善しましょう。11番、12番に該当する方はすぐに専門の先生に相談しましょう。良質な睡眠は健康にとって必要なものです。睡眠障害の種類は多岐にわたるため、原因を突き止め適切な対応することが大切です。認知症などへ進展する可能性もありますので、寝つけないなどの睡眠に不安のある方は早めの受診をお勧めします。次回の健康プラザはご覧のテーマでお送りします。ぜひご覧ください。